はい、これからのガンミ。これからのガンミについて、これからのガンミはですね、はい、これからのガンミ、これからのガンミはこれからのガンミについてなんですけど、まあこの5周年ライブがガンミビジョンっていうように、本当にまあここまでの5年間っていうのがもちろん土台にあって、っていうこそあった頃こその今のガンミなんですけど、やっぱこのガンミビジョン、この5周年っていうのを境にもっと見せたいビジョンがあるからこそのガンミビジョンっていう名前のライブだし、どんどんまだ自分たちも言ってないこと、見せてないこと、発表してないこと本当にたくさんあるし、っていうのをどん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 みんなにも見せていきたいし、大きい目標もあるしっていう、まだまだやりたいこと、やってないこと、見せたいもの、行きたい場所、いろいろあるので、本当にもう一生ガンミで僕はやっていきます。もちろんなんですけど、なんで本当にまああと自分は普段言ってるんですけど、本当に僕のガンミとしての活動の本心ってか真ん中にあるのは、本当にガンミストの皆さんへの恩返しっていうものが一番にあるので、まあそこもね、まだ10年15年20年かかるかもしれないですけど、どんどんこれからのガンミと一緒に進んでいけたらなと思います。はい、これからもよろしくお願いします。りょうがでした。なんかまあ毎年毎年いろいろ大変なことも今年多かったけどとか言ってるんですけど、今年に関してはマジ大変なことだらけで超きつい1年だったんですよ。でもなんかそのだからこそ、こっからまた新しいそのガンミが形成されていくんじゃないかなって、なんかこうまあ漠然と思うところはあるんですね。なのでまあ今までこう楽しみにいろいろ次何するの何するんだろうなっていう楽しみにしててくれた皆さん、まあ、多分こっからはもう本当にもっとそんなことするのとかいうようなことが待ってるんじゃないかなと思うので、今以上に楽しみにしてていただきたいと思いますので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。まあ、今年まあ世の中でもまあガンミにもいろんな変化があってで、まあそのまあ想像できなかったことが、そのやっぱ平然とその社会の中に取り入れられるようになって、でもやっぱそんな中やっぱその何事にも対応できてすぐ行動できるガンミはこれからもっと大きくなっていくなって改めて思ったし、そのやっぱ自分はやっぱガンミなんですけど、やっぱちょっと外から見る自分もいて、なんかその自分から見るとやっぱすごいなんかこれからのガンミが楽しみだなっていう感覚で見れるので、まあ、自分自身も全力でこれからも頑張っていきたいなと思ってます。まあ、いろいろね、いろいろいいことも悪いこともありましたけど、まあ、これからあとはそうだな、自粛期間とかを通してなんかこう個々ってものがすごい、なんだろう、多分自分と向き合う時間がすごい、僕も含めそう長かったと思うんですけど、なんか個々がすごい強くなってきたんじゃないかなっていう風に自分は見えてて、だからこれからのガンミは今よりもっとなんだろう、個性が光って見えるんじゃないかなと思うので、まあそこもこれからの見どころだったりすると思うし、プラスそれに加えてこうより一体化したガンミが見せられるんじゃないかと、まあ、まだ途中ですけど、作ってる途中ですけども、ワクワクしておりますのでお楽しみに。はい、以上ダイソンでした。正直これから先誰もわからないとは思うんですよ、完璧にはガンミがどうなるかっていうのは。だけどガンミは考えてることとか計画してることが常にあって、なんだろうな、毎回これやるのかって、まあそのディレクターのソーターを中心として、あ、これやるのか、あ、これもやるのって、全然こう今
現在まだ思いついてないことも、まあ、明日また新たなことがどん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 生まれてくのがガンミなので、あの多分今自分が言ったよりもさらに想像を超えたガンミがこれから続いてって、6年目、7年目、8年目、9年目、10年目っつって10周年向かって皆さんにどうでしたかって言えるように、まずはね10周年目指して頑張っていきたいなって思ってますし、まあガンミはガンミなので、うん、これから先、おじいちゃんになってもね、僕たちをあの応援してくれたら嬉しいなって思いますしね、最後はみんなでこうあのこう円卓の中華とか食べながらこうワイワイして、あの幸せな老後生活をみんなで、ガンミのメンバーみんなで過ごしたらいいなと思ってます。それでは皆さんありがとうございました。今のガンミについて、この5年という節目を経て、5年の節目を迎える時に今この時期になって、ですごく、例えばじゃあこれからのことを大きなこれからっていうよりかはすぐのこれからっていうのが、ガンミが例えば自分的にはすぐさま大きいことをするんじゃなくて、今までできてたことを、例えば普通にオフラインイベント、会えるイベントっていうのは別に大きな規模じゃなくても小さな規模でもこうやるっていう機会がすごく重要かなと思ってて、もちろんこう撮る映像の規模だったりとかすごく深いとかすごいかっこいいとか作品ごとのこうクオリティがを上げていくっていうのはまあ大前提としてあって、その中でもやっぱりなんかシンプルにただみんなの前でイベントするっていうのがこれからのガンミが多分増えてくるだろうし、事実増えてくるだろうし、それによってなんかこうガンミのそれがただのそれだけがすごい起爆剤になるんじゃないかなって勝手に思ってて、でなんかだからこそ今の現状にムカムカもするし、でも今の現状があるからこそそれがより起爆剤バーンってなると思うし、よりその会えてない時間で高まるなと思うので、その分自分たちも考えられることも増えるしできることも増えるので、だからもっともっと、このこれからのために自分たちは出して蓄えてっていうのを、まあこれから例えばじゃあ会えない現状が終わったとしても一生できると思うので、これからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。そうですね、まあ今やっとここから何かって時にこう映画みたいな状況に世界がなってしまって、なかなかね難しい世の中になってしまったんですけど、でもまあそんな中でも G3LX みたいにをまたやってくれたなガンミみたいなことをここの年にね少なからず刻めたっていう、やっぱ俺らの底力っていうのがあると思うので、この後もね、まあ多分本当今までもあんま予想して歩んできてはなかったので、まあこれから先のこともまあ自分が予想してる範囲ではないことが起こるだろうし、それをこうやっていくんだろうなと思うけど、もう5年間この仲間と一緒に歩んできたので、そういう荒波も全部乗り越えて、こう自分のダンサー人生燃え尽き出たらなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。そうですね、まあ今こうねガンミ全体としてこう動くのがすごい、まあなんか動きづらい状況ではあるんですけど、まあこう結構個人でねこう動いたりとかっていうのもっていう状態ではあるんですけど、まあ一つこうガンミとして動くときにはちゃんとやっぱ一致団結してというか、まあ、まあ、今までもそうですけど、まあ一つになってしっかり一つの目標に向かってね、バラバラになることなくいけたらと思うんですけど、まあガンミストの方もこの状況をねなんか少しでもこう明るく生きていきたいじゃないですか。まあ僕たちもそれは同じ思いなので、前を向いてあんまりこう下を向かずにね一緒に行けたらと思うので、ガンミはもうそのつもりでこの5周年を機になんかもっと
新しいスタートというわけじゃないですけど、またこうしっかりとこう次の一歩をね踏み出せたらと思うので一緒に行きましょう。ありがとうございます。これからのガンミは、まあ今年この世界的な大規模なパンデミックの影響もあってこうやって活動が見えなくなっちゃってるし、それに加えメンバーも減ったっていう目に見えての不安が多分みんなに言っちゃってるかなと思うんですけど、そこは先に謝ります、ごめんなさい。でも減ったことによって俺らが変わることもないし、むしろめちゃくちゃ強くなったと思うんで、まあ個々がより見える環境になったと思うので、俺ら今みんなに見せてないとこでだいぶ頑張ってると思うので、みんなより一層強くなったガンミを見せていけると思ってます。なのでこれからも一緒に楽しんでください。頑張ります。はい、これからのガンミ、はい、これからのガンミ、まあこの5年間いろいろありましたけども、今年も、コロナとか、まあ、メンバーが辞めちゃったりとかして少なくなったりマイナスなことばっかりだったんですけど、まあもうこっからはあとはエンジンかけてブン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 やっていくだけなんで、皆さん見守って、いただければ、あと応援していただければね、嬉しいと僕は思います。なのでこれからもよろしくお願いします。以上、かざしでした。踊れるまで続けてたいです。僕はそんぐらい大切な存在だし、そう思わせてくれるのもガンミのメンバーだったりガンミストだったり周りのダンサーだったりたくさん家族だったり、そう思わせてくれるようになったから、そういう場を残し続けて、でこれからこうやってガンミのような活動をしたい人とかのというわけではないけど、何か目標であったりなんかそういう存在をもっと作り上げられたらなと思うので、まだまだ全然未熟だし、まだまだみんなに心配かけるし、どうなっていくんだろうって思う部分もあると思うんですけど、一歩ずつ、本当に半歩ずつでも前に進んでいくので、これからも応援してください、見ててください、頑張ります、頑張りますって簡単に言ったらあれかもしれないけど、見ててください、楽しみにしててください。では以上。俺結構焦っちゃうところがあって、やばい何しないとって1週間1日単位1ヶ月単位で結構焦っちゃうところがあるんだけど、冷静に考えてみたら5年前のガンミ本当に何もなかったというか、まあ今頃とか多分普通にバイブに向けてリハしてただけで、バイブ終わったらじゃあ何しよう、どうしようみたいな感じのところから、今5年目ファンクラブもあってライブもいっぱい開催してて全国にファンがいて、ってことはじゃあ次の5年すごくないって俺は思ってきて、次の5年どうなると思います？なんか俺結構すごいと思ってて、やっぱ焦っちゃうところあるんだけど、これからのガンミは結構すごいと思います。今やっぱりずっと準備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 、まあこんな期間だけど、いつか俺はもっと跳ねさせたいし、ガンミっていうものをもっといろんな人に知ってほしいし、知ってくれることで好きになってくれる人が多くなることで俺らができるものってめちゃくちゃ増えると思って、いい意味でね、社会に。だからこれからの5年逆にこれからの5年はすごいことになると思うので皆さん期待しててください。で俺はなんかね、ガンミどうするみたいなのはなんかちょくちょく、ちょくちょくっていうか前々から結構あって、例えばその、いつまでやんのとかそんなことは別に話じゃないんだけど、俺は今はずっとやりたいなと思います。ずっと忙しいとかじゃなくても、じゃあ例えばみんな40歳になった時にでもガンミっていうものはあってありたいなと思ってて、ずっとガンミでありたいなって俺は思ってます。これからガンミっていうチームが歩んでいく道がいろんな人に影響を与えられるように頑張るので、ガンミストのみんな
自分のペースでついてきてくれたら嬉しいです。本当は2020年もっとやばかったんだけど、まあ2021年、2022年期待しててください。超頑張ります。ソータでした。ありがとうございました。ガンミ5周年、本当に本当にありがとうございました。